照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日初先発のルーキーに当然期待をかけてますよね。そうですね、まあ、どういうピッチングをするのかもう非常に楽しみですよね。そうですよね、ぜひ注目してみたいと思います。まずはカープの先発森下がマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあスワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは塩見。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり。これが初球。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っている山崎。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上森下、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。ファウルになります。際どいコース外れました。外に決まりました。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。これもファウル。見送っています。ボール。さあ6球目は何か。打ちました。サード取った。ツーアウトになりました。バッターボックスは3番宮本。ツーアウトランナーありません。さあ初球は何か。初球ボール。低めの球、これは外れます。ボール先行です。さあ3球目は何か。引っ張った。ここは打ち上げています。最後はライトフライ掴んで3アウトです。この回スワローズ三者凡退です。守ります。1回の裏カープの攻撃です。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。スワローズマウンドに上がるのは先発の石川。さあカープ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。野間が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。
初球は際どいところに来ました。ストライクです。この球は外れています。インコース決まった。ワンボールツーストライク。引っ張った。松本アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか？まあこれは守備が良すぎましたね。バッターは2番に入っている菊池。まずはワンアウトを取っています。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。入りました。あっという間に2ストライクです。外外れてボール。ボールになります。弾き返した打球はレフトへ。レフト掴んでツーアウト。バッターボックス西川。ツーアウトになっています。打ちました。サード取った。一塁アウト。スリーアウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。2回に入ります。スワローズの攻撃。4番バッター村上。カープ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。インサイド落ちました。わずかに右に切れました。ファールボール。インコース決めてきた。ノーボールツーストライクです。見送ります。インコース打ちました。いい。一二塁間を破る。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。バッターボックス内山。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド見送っています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。送ります。森下一塁送球します。アウト。ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。
初球は何で来るか。甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません。カットボール、ここは見ます。いいストレートですよね。アウトコースのストレート、力があります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。4球目は何で来るか。このピンチ見逃しで三振を奪いました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。まあまだ気は抜けませんから、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには7番の松本が入っています。まず何を投げてくるか。初球はストレート決まっています。インサイド落ちました。右中間に大きな打球、これはどうか。右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。スワローズ1点を先制しました。右中間へのタイムリーヒット、1対0。カープなおもピンチです。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。この一打で先制点を奪われました。8番バッター丸山。カープこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。さあここはしっかり抑えておきたいところ。初球打ち、センターに抜けました。ホームに送球。カープさらにピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。さあ打席には先発の石川が入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。やはり安易にストライクから入れませんよね。ランナーがいますからね。なるほど、そうですね。ナイスボール。はい、ストレートが決まっています。次が3球目。ランナーここはスタート切りません。これが4球目。空振り、ここはランナーを返させません。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回スワローズ見事な攻撃でした。1対0、スワローズ先制です。2回の裏になります。さあカープこの回は4番から始まります。バッターはマクフォール。カープ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。緩いボールを持ってきました。ボール先行です。改めてお聞きしますが、バッターボックスのマクフォール、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的には一発を狙うホームランバッターですよね。なるほど、ここはどういうバッティングをするんでしょうか。大きく外れました。ファウルになります。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトから同点のランナーを出していきます。これはチャンスですよね。ノーアウトのランナーですから、得点までいきたいですよね。はい、さあこのランナーを返したい。初球変化球、空振りです。得意のボールでストライクを取りました。
後はゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。3球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。カープチャンスになります。ノーアウトランナー二塁一塁。さあカープ一打同点のチャンスです。早めに振り出しに戻しておきたいところですね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには坂倉が入っています。